この度大学を無事に卒業し、職業紹介状を片手に意気揚々と就職面接へ赴く野本。ようこそ麻生活弁へ。皆さんこんにちは、活弁士の麻生小矢田でございます。この度はお知らせがございます。 NHK ワールドジャパンの J-FLIX という番組で2021年2月13日土曜日に麻生小矢田が英語活弁をご披露させていただきます。日本時間で8時10分、14時10分、19時10分、日にちが変わりまして翌2時10分、こちらの4回放送でございます。見逃してしまった方、またはどうしても都合がつかないという方、放送後2ヶ月間インターネット上で視聴ができますので、ぜひそちらをご利用ください。ライブでご覧いただけたらすごく嬉しいなと思うんですけれども、ライブでご視聴の際、インターネットでご覧いただく方法、アプリでご覧いただく方法、諸外国のテレビでご覧いただく方法、国内ではですね、ケーブルテレビや、ビジネスホテルの、テレビなんかで、ご覧いただけるようでございます。概要欄に、説明書きを貼っておきますので、ぜひそちらから、チェックしていただけたらというふうに思っております。今回の私は、小津安二郎監督作品出来心と非常線の女、こちらの2本を英語で、行っております。出来心が特に難しかったんですけれども、出来心の冒頭で何や節の語り手が登場するんですね。で、まあ、もちろん英語で活弁をするということは、その部分も、英語で浪曲を語るというようなことをしなくてはならないだろうというふうに思いまして、繰り返し繰り返し有名な今夜高尾という物語を聞きまして、そちらを、英語でうなってみましたので、どうなっていることやらということで、ぜひ皆さんにご覧いただけたら嬉しいなというふうに思っております。今後とも一生懸命に頑張ってまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。ぜひ面白いなと思ってくださった方、高評価、そして、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。皆様と劇場でお目にかかれること、心より楽しみにしております。それではまたお目にかかりましょう。どうもありがとうございました。麻生活弁 TV、チャンネル登録よろしくお願いします。見てねー。うそ、見とるよー。